今日はですね、ゾウの密漁はなぜなくならないのかっていうテーマですね。今これ実はですね、世界的に、ホットなテーマでして、いろんな国がですね、世界中で取り組まなきゃいけないということで、取り組んでいる問題です。それとですね、地域住民、アフリカの実際にゾウが住んでいる場所に暮らしている人たちの、生活であるとか、生き方っていうものがですね、どういうふうにこう関わっているのか、そういったあたりをですね、見ていただけたらなというふうに思っています。で、お手元にある資料2つあります。で、1つはこのパワーポのですね、パワーポイントのスライドの短縮バージョンですね。写真とか抜いたらなるべく減らしたものが、お手元にあります。で、もう1つはですね、ほぼ同じ、多分全く同じタイトルで、先々月か、8月の、末にですね、シノドスっていうですね、インターネットの、アカデミックジャーナリズムというのを投稿しているところがあるんですけども、そこにですね、1万字ぐらいのですね、斜めの記事を書かさせていただきましたので、今日全部ですね、いろんなことを語り尽くせないことが多いものですから、適宜興味のある方はですね、そちらも読んでいただけたらなというふうに思っています。それでは、始めさせていただきたいと思います。で、今ですね、これパウフルツェンというのはですね、地質学をやっている人で、地質学者なんですけれども、これまではですね、46億年ですね、地球の歴史があるんだけれども、恐竜が生きてた時代とかですね、ジュラ紀とか有名ですけれども、ある段階からですね、我々はホモ・サピエンスっていう一つの種なんですけれども、生物種なんですが、我々がですね、いろいろと動き回ったりとか、地表面を加工したりとかですね、物を作り出したりとか、そういったことがですね、明確にですね、つまり何万年か経ったり、あるいは何十万年か経った後に地球の地層の中を発掘してみると、僕らの活動の痕跡っていうのは明らかに残っていると。このスマホね、このスマホの、このなんかカバーだけ残ってたりとか、そういうことがあり得るわけです。それが、そういった地質時代に我々入っているっていうことをですね、提唱、している人がいるんですけども、それはアンソロポシーっていうふうな言葉で、表現されています。だからプレヒューマン、人間が生まれる前、でポストヒューマン、人間がちょっとして絶滅してしまったらどうなるのかとかですね、そんなことが現在ですね、この人は理系の人ですけれども、哲学であるとか文学であるとか、そういった様々な領域をですね、巻き込んで今議論が進められているところです。で、こういった認識にですね、立ち入った大きな限界として、ファクターとしてですね、地球環境問題っていうのがあります。これはですね、皆さん環境容量とかキャリングキャパシティっていう言葉を聞いたことがある方もおそらく高校でですね、生物を習ってたら出てくるかもしれない。あるいは現代社会、僕ね、もう高校出てから20年近いんで、今の科学名とつながらないかもしれないんですけれども、出てくるかもしれないんですけども、そういった言葉が、大体ですね、我々が今のこれから人口も増えてきていて、ずっと増えてきているんですけれども、今地球のキャパシティに対してですね、何が脅威になっているのかっていうのをですね、大きくですね、9つのクライテリアに分けて、計算してみました、シミュレーションしてみましたっていうのを、このレック・ストロエムさんっていう人がネイチャーっていう雑誌に、2009年に出したので、結構有名になったんですけれども、いくつかですね、この赤いのがですね、この放射状になってますけども、赤いのが、そのキャパシティをですね、どれだけ来ているというか、超えそうだっていうのを示している、バロメーターですね。で、この青いところ、この地球の真っ赤になっているところが、危ないっていうですね、そのラインです。で、それを完全に超えているのがいくつかあります。で、そのね、9つのものを挙げていくと、例えば化学汚染とか大気エアロゾルとか、大気エアロゾルって非常に細かいですね、粒子がですね、地球の大気の中に入っていて、それがですね、いろんな影響をもたらしているのです。あと生物多様性の損失、これいろんなですね、生き物の今日の話のテーマのトピックなの一つにここに該当するんですけれども、いろんな生き物が住んでいるけども、その多様性が、主多様性が喪失されているということ、あと土地利用の変化とかですね、淡水ですね、水不足、水問題ですね、あと窒素リンの循環、大量に肥料を出しすぎたり使いすぎたりとかですね、そういったものをすることによっていろんな負荷が環境にかかる。あるいはオゾン層の破壊、これも結構有名ですね。冷蔵庫に昔は入っていたフロンなんかがですね、オゾン層、我々の皮膚をですね、守ってくれている、そのためのですね、オゾン層っていうのもあるんですが、それが壊されて、そういう危険な、そういう光線が、宇宙から増えている。
そういう問題、あと海洋酸性化とかですね、海が酸っぱくなっちゃうとかですね、あと気候変動ですね、気候変動とかですね、窒素リンの循環、生物多様性の喪失っていうものがですね、特にですね、すでに2009年の時点で、かなり限界を越してしまっているんじゃないかというふうに言われています。でこういった問題に対してですね、どういうふうに対処するしなければならないのかっていうのがですね、現在のですね、特に冷戦後以降ですね、大きな世界の秩序というものを考えていく上で、国際社会をどうやってこれから作っていくのかということのフレーミング、枠組みを考える上で、非常に大きなものになってきています。まあ、そこでですね、キーワードとして出てきているというのが、実は持続可能性、サステナビリティという言葉なんですけれども、まあ、それはまあどういうことかというと、まあ、人類活動のですね、肥大化がご存知の破壊、大気中の二酸化炭素濃度上昇などによる、まあ、地球、温暖化など全球規模ですね、地球全球規模に影響を及ぼすために、まあ、人類社会の安定的な持続を脅かしている。じゃあそれはどういうふうに、じゃあその人類のですね、活動が、環境に対して及ぼしているですね、悪い、ネガティブなインパクトを減らすことができるのかと、まあ、そういったことをですね、まあ、みんなで考えましょうと、そういうのがですね、大きなですね、80年代後半以降の世の中の流れになってきているんです。で大体ですね、皆さんテレビのニュースを聞いていただいているまあ、何日に一遍かとかですね、パリ協定がどうだとか、トップ10のですね、京都議定書はどうなったとかですね、そういう話だと思いますけれども、まあ、全部この流れですね。ただ、僕がですね、今日の講義の中でですね、皆さんと一緒に、まあ、考えてみたいというかですね、問題提起したいということのですね、大きなポイントはですね、まあ、持続可能性というのはですね、国際社会の枠組みで語られることが多いんだけども、一体ですね、その誰の視点に立ってですね、どんな時間スケールで、どんなことの持続性を問題とするのかということがですね、立場が違うと全然見え方が違うということですね。それを踏まえた上で、どういうふうに利害調整といいますかですね、うまくしていったらいいのかということが、非常に大きな問題になってくるんですけれども、まあ、そういった中で、ローカルな持続性、あるいは世界全体を考えた時の持続性、あるいは100年続いたらいいのか、1万年続いたらいいのか、あるいは50年なのかとかですね、それによって全然その何て言うんですか、その我々がですね、どういうふうに物事に対応したらいいのか変わってくるんですね。まあ、そういったですね、国際社会学といいますかですね、そういうのを学ぶ上で、一つはですね、そういうグローバル全体の課題をよく理解しておくこと、それすごく大事なんですが、もう一つは、どんな視線といいますか、この誰の視点で書いてますけども、ここの想像力をですね、いかにその深めることができるのかと。僕ら限られてます。一人の人間ですから、一生の間でですね、お話をしたりとかですね、まあ、意見を交わせる人間の数っていうのは、まあ、限られてるわけですけれども、それをですね、そのスコープをいかに広げたり深めたりすることができるのかっていうところにですね、例えば、ここのですね、国際社会学部みたいな、学ぶ場所の意義があるんじゃないかなというふうに、僕は個人的に考えています。で今日ですね、事例にする話なんですが、これはアフリカゾウの話なんですが、密漁師がですね、最近はですね、DNA を使って、インターポールという国際警察機構がアメリカのですね、ワシントン大学と協力して、押収されたですね、象牙の取引というのは禁止されています、国際的に。違法なんですけれども、その闇取引されているものっていうのは時々捕まるんですね。まあ、大体タイで捕まることが多いです。タイから日本とか中国とかそういうアジアの国に行くんですけれども、その途中で見つかるんだけれども、その臓器、押収した臓器からですね、もう剥ぎ取ってですね、DNA の分析をしてあげると、どこのですね、地域の群れから来たのかなってことが分かるんです。でこれはですね、大体断続的にそのグループが録音を出しているんですけども、これ去年の朝日新聞に報道された、文なんですけども、これなんかはですね、2つホットスポットがあるということを言っていて、1つはですね、モザンビーク、右下のですね、モザンビークとタンザニアの、国境からですね、大量に来ている。でもう1つはですね、今日の僕がですね、その15年間通ってるっていう調査地が、3つの国が、1、2、3、4、4つの国が入り組んでいるところなんですけれども、めっちゃ角度が悪い。ここなんですけれども、その
僕の言っているのはカメルーンっていうこの三角形のですね、金魚みたいな格好をしている国なんですけども、この先端部分ですね、ここが僕のずっと通っている村なんですが、まさにそのホットスポットのですね、かなり核心部分に近いところで仕事をしているんですけども、まあ、その2つに集中しているということが言われています。で、増減の主要な消費地は東アジアです。で、我が国がですね、かつては非常に大きな消費地でした。というのも、ひょっとすると皆さんお父さんとかおじいさんとかおばあさんに聞いてみたらですね、うちの実印って何でできてるって、ちょっとうちに帰って聞いてみてください。ひょっとすると造形でできてるよっていうふうに、言う人もいるかもしれません。うちの祖母なんかもですね、僕が大学に入学した時に、なんか実印ハンコ必要だろうから造形のやつ買ってあげるとか言って、いいですとかって言ったやり取りした覚えがあるんですけれども、その、ね、非常にですね、造形の貿易というのは昔からありまして、それはアジアでもそうで、例えばですね、アフリカのですね、今日話す熱帯雨林の象の、造形がすごく好まれているという一つのですね、要因にですね、三味線のバチなんかあります。これは民族文化というかですね、音楽をするものなんですけども、そのバチって結構でかいですよね。そのでかいバチの部分を一つ取るためにはですね、こういう造形の大きなですね、かなり大きな大人の象のここのごくわずかのこの部分しか使えない。いうことなんですね。だから象牙の巨大なやつを殺してもですね、象牙のバチが取れるのが4本とか8本とか、そんなもの、まあ、そういうのを図示してるなんですけれども、我々も消費者としてですね、その流れの中にも取り込まれていると、考えていいんじゃないかなと思います。でですね、一方で象が減ってる減ってるっていうその報告がほとんどなんですが、一方でですね、象が増えまくってるっていう地域もある。これは南部アフリカの、これはサイエンスっていう科学雑誌に2010年に載った論文ですけれども、やたらとですね、とにかく禁止しているっていうけども、密漁は減らないし、交易も闇で続いていると。一方で、真面目にですね、その象を殺さずに守っている国立公園の近傍の村にですね、退去して象を押し寄せて、人が踏み殺されるのがですね、まあ、笑っちゃったけども、笑えないんですけども、村がですね、畑が荒らされるとかですね、そういうことが起こっているんですね。そうなったら、まあ、一部のアフリカの国なんかは全面禁止っていうのは現実的じゃない。なんでかっていうと、彼らはですね、そういった国はですね、保護しているから、それで被害が出たら住民に保障しなきゃいけないわけですね。それどうすんねんっていう話があるんです。だからそういった国ではですね、むしろ合法化してですね、造形取引を再開して、ただし厳しくその管理することによって、コントロールしたらいいじゃないかという、そういう意見も出てきています。したがってですね、その造形をめぐる問題というのは、非常にですね、グローバルであると同時に、その国によってですね、立場も違うし、ということで、科学と政治、とですね、文化とですね、入り混じった問題になっているということが言えます。ある意味ですね、クジラの問題ですね、日本だと関係する問題だと、捕鯨をどうするのかというのも大きな問題ですけれども、あれは主にですね、日本が、主な捕鯨国なんですけれども、それをもうちょっとこうアフリカ全体というかですね、に拡大したバージョンの、まあ、ある意味こう、北取りしたらですね、非常に面白い、事例かなという気がします。はい、で、今日の授業の狙いなんですが、アフリカマグレミ族のですね、密漁問題を事例に、まあ、一つは、まあ、アフリカの環境問題いろいろあるんだけども、その一つのですね、典型的な構造をよく表していると思いますので、それをちょっとですね、見ていただきたいということと、まあ、サステナビリティというものですね、と地域の関係についてですね、みんなと一緒に考えたいなというふうに思います。はい、で、まずはじめにですね、アフリカ象っていうふうに書いてあると、アフリカマグレミ象ってどんな象なのっていうのですね、ちょっと、紹介したいと思います。アフリカにですね、象って何種類いると思いますか？1種類書いちゃったか、俺書いてないね1種類おお、少しでやる。3種類4種類おお、5種類おお、10種類以上100種類、さすがにいないな。いや、面白いと思ったんですけども、いっぱいいるって言った人は将来ですね、ひょっとすると生物学やると面白いかもしれません。
これから増えるかもしれませんからね。答えは、正解は2種類なんですけれども、よく調べていったら、増えていくかもしれません。それ以外ですね、世界にはアジア像というのがいて、つい数年前というかですね、数年前というのがあったと、2000年代にはですね、マレーシアのですね、離島のですね、サラワクですね、サラワクがある島なんですけども、まあ、そういったですね、離島でですね、新種のですね、ちっちゃい像が見つかったりしています。プランテーションをね、歩いているのをね、見つけて、これほどじゃないの、ちっちゃいなって調べたら、新種の像だったということがあったということがありますけれども、でアフリカ像はですね、熱帯雨林とサバンナに住んでいて、非常に重要なですね、まあ、生態学的な役割を果たしています。キーストーンというのはですね、その鍵となる種ですね。そいつがいないと、その生態系全体の構造とかですね、機能が維持できない、あるいは全く変わってしまう、そういったタイプの生物種のことです。これは象のですね、系統図を簡単に示したものですけれども、系統図というのは我々の系統、親戚のですね、類縁図と同じで、まあ、祖先からですね、どんな感じでですね、象の仲間が分岐していったかというのを表しているんですけれども、途中、一番下の方はですね、象とは見えない、もっと鼻が短いやつらがいますけれども、それをどん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 時代が経ってマンモス、あとアジア象なんかが分かれて、次にですね、今言ったマルミニ象とサバンナ象という2種類のアフリカの象がいるんですけれども、そこに。で、現在ですね、アジア象、マルミニ象、サバンナ象、以外はですね、ほとんど全部絶滅しているという状況ですね。マンモス、ね、ロシアの、シベリアのですね、凍土の中に眠っているマンモスの肉ですね、そこから DNA を取り出して、マッドサイエンティストがですね、クローン化して、再生させようということを考えているんじゃないかと思いますけどね、それが成功しない限り、今いるのは、アフリカと東南アジアの一部にいるわけです。中国にもいたんですね、この右側がその、中国の象殺しのですね、歴史をまとめた、すごく分厚い本なんですけれども、殺しまくられて結局中国では絶滅してしまうという形です。でこれが2種類のアフリカ像なんですが、従来ですね、1990年代まではアフリカ像というのは1種類だと言われていました。でサバンナ像、サバンナにいる像はでかい像と、これ縮尺がコントロールされてあるんで同じ大きさに見えますけども、みんなサバンナ像で、左が森林性の像です。で丸耳像というのは耳がちょっと丸っぽいんです、ここの何ですか、ね、角っぽい部分がですね、取れてるっていうことと、あと見ていただくとですね、どこが一番違うかっていうと、やっぱ牙のプロポーションが違うんです、ね、全長、体の全体に比して左の丸耳像は牙がやたらとでかい、これがですね、つまり効率がいいよ、象の象形を欲しい人にとっては、サバンナ像でかいし、サバンナってのはこっちが相手も見えるけども、相手もこっちを見えるということなんですね。ということは、非常にそのハンティングをするときにある意味やりづらいというのが、あります。しかし、マルミミ像っていうのは森林の中に住んでますから、こちらから向こうも見えにくいけど、向こうもこちらは見えにくいという特徴があります。まあ、そういうわけでですね、象がですね、全体的にですね、減ってきている中で、特に時代のマルミミ像がですね、象形取引という意味でですね、犠牲になりやすいという状況が、生じて、はい、これは、森の中でいうとマルミミ像の写真です。ちょっとクレジット入れ忘れたんですが、これは、京大のゴリラを研究しているチームなんですけども、だからガボンというですね、カメルーンの隣の国で、研究してます。でゴリラとチンパンジーと、ゾウと人と一緒に住んでいるっていう地域です。で そこでですね、密漁者とかがうまくそういうところはですね厳重に警護されてますから、ゾウさんにですね安心して近づくことができているんですが、だから僕の先輩なんかとかですね、間違えてクラッシュを履いた人がいて、即座に何かその殴られたらしいんですけど、地元の人にクラッシュを叩くとね、突進してくることがあるらしいですね。これも森の中いてですね。で、一方でもうちょっと植生が開けたところ、森がないところをこれ行くゾウさんですね。中央アフリカっていうかですね、アフリカの熱帯の特徴はですね、ずっと森ばっかり続いてるんじゃないっていうのがですね、もう一つの特
東南アジア の, あの熱帯雨林とか南米のアマゾンの熱帯雨林とかだと密になってて、あのずっと森が続いているとかですね、そういうところがあるんですけども、アフリカの森はですね、結構こうサバンナと森林が入れ子状態になっているところが、結構いろんなところに、あります。はい、でこれ水浴場ですね。水浴場でみんなで集まって、水浴びをしているところですね。でこういう場所がその残念なことに、まあ、その密漁のですね、場所に今あるんです。後でちょっと説明しますけども、こういうふうに集合で集まっているところに、昔のですね、かつての象狩りっていうのはですね、槍を抱えていって、こっそりこっそり近づいていって、ぐさって刺して、パッと逃げる。そうすると、象さんにこう走っていって、森の中に駆け込んで、そうすると槍の絵が出てるから、それがこういろんな槍に引っ絡まってですね、でぐさぐさにこう、なかなか消えて、そのうち歩いてるうちに力尽きて倒れる。でそこにみんなで引っ越ししてですね、そこで、集落というかですね、移転してですね、2ヶ月ぐらい毎晩お肉パーティーする、バーベキューパーティーする、そういう感じで、大事に収録してたんだけれども、最近ではですね、その戦争用 の, 紛争の話もちょっとあったりしますけれども、その戦争用の武器が、入ってくると、機関銃でダラ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 って撃って、こいつら全部殺しちゃう。そういうタイプの、狩猟をする人たちが入るというものですね。これは2000年代の後半ですけども、森の中調査に行くと、時々ですね、これ、下にですね、ボコボコ穴開いてますけども、これはゾウのことがあるんですね。で、すごく通りやすい道をゾウが作っている。これはエレファントトレイルとかですね、前こういった道をですね、ゾウも使うし、人間も使うし、ゴリラとかですね、イノシシも使うと、獣道の巨大バージョンなんですけど、これが一つですね、さっき言ったキーストーン種としてのゾウの一つの大きな役割で、こういったものをですね、ゾウさんが移動して作ってあげることによって、森の中に空間ができて、そこからですね、新しい木が生えてきたりするわけですね。あとちょっとですね、今日は汚いから見せませんけど、ゾウの分それ大事なんです。ゾウさんにしか食べられない木の果実っていうのがあって、それをゾウさんが食べて、歩いていって、排泄しますね。そうすると、そこからしか生えてこない、ゾウさんの分布からしか種が芽生えない植物っていうのがいるんです。だからそいつらは、そういった植物はですね、ゾウさんがいなくなってしまうと、もうその地域ではもう繁殖できない、そういうことに、なってしまう。でちなみにですね、こういう道はですね、高速道路っていうふうにみんな現地の、でこれが我々のトラディショナルな高速道路やってからが言うんですけども、これが今の高速道路。この高速道路は誰が作ってるかっていうと、熱帯雨林の伐採会社、マレーシアとか、オランダであるとか、南米であるとか、中国ですね、最近多いの、日本はですね、入ってきてません。多分遠すぎるからだと思うんですけども、で、こういう道路を作ってですね、で、企業ですね、卓抜付きですけども、この木は売れるぞっていうのを切って、出すと。でこれ現代のところですね。そんな感じでですね、ゾウさんの暮らしている森をちょっと紹介しました。でさて、人間とゾウの関係はどうなんだろうという、ことなんですけれども、もともとですね、アフリカの森で、ゾウさんと長い歴史をですね、持ってきているというのはですね、狩猟採集民、ハンターギャザラーということで言いますけども、狩りをしたり、植物採取をして、それをですね、栽培したりとかですね、買い慣れしたりしないで、直接食べる、そういう、制御形態、なりわいをしている人たちなんですけれども、これ世界中でですね、これ1960年代の段階で、どこにですね、狩猟採集の集団が残っているのかというのをですね、大まかにマッピングしたデータです。それを見るとですね、アフリカはですね、数は少ない、北米のですね、北西海岸とかですね、いっぱいいたんですけれども、今もその民族集団としては残っているんですけども、ほとんど狩りとかをして、成り立てている人たちは、そういうところでは減ってきています。で一方ですね、アフリカにはですね、1、2、3、4、5とあるんですが、この3番目にあるピグミーという人たちが、今日ちょっとですね、お話しする予定になります。で彼らはですね、現在の一番最新 の, 論文でですね、見ると、今年の1月に出たのが100万人近くいると推定されています。これは現存するですね、狩猟採集民の社会というものを考えると世界中で最多ですね。
だからだんだん研究者がですね集中するようになってきています。で、まあ、不良最初にどんな人がいるかっていうと、アフリカだけじゃなくてですね、まあ、僕なんかこれマレーシアですね、これ去年の夏にですね一緒に行ったんですけども、まあ、全然ですねその人種といいますか、離れてますし、血縁関係も離れてるし、あれなんだけども生活の仕方であるとか動物に対する態度とかですね非常に似てたりするということもですね知られてたりします。左上が今日お話する人です。で、名前がバカ、というふうに言います。で、隣にですねやっぱりアカっていう集団がいて、昔は同じ集団だったんじゃないかっていうふうに、言われています。で、彼らは、森の先住民っていうふうに言われていて、左上の写真はですね、ナッツを採集しているところですけれども、ナッツが落ちていたよってなったら、そこにですね、やはり引っ越しして2週間とか3週間とか、木の実がですね、落ち続ける限りそこにいて、終わったら戻ってくる。で、現在でですね、型を、なんかですね、チョコレートの原料ですけれども、それを栽培するようなことも始めています。で、森の中でですね、その引っ越した時に何食ってるのかっていう、ことなんですけども、これ山芋ですね。左上にそのマンホールみたいな穴の奥に女の人がいるのが、分かるかと思いますけども、これはですね、彼女は山芋を掘り取ってですね、真ん中の。で、村からですね、大体彼らの生きている空間というのは村と森って分かれているんですが、村で取れるですね、お芋類であるとかバナナとかをですね、持って、皆さん遠足に行くときに弁当を持ってきますね。まあ、そういったノリでいっぱい持っていくんですが、それなくなったらどうするかというと、毎日ですね、1個とか2個とか、これマンホールを取ってですね、そこから、日本の自然薯はちっちゃいですね、まあ、せいぜい高だから1メートルとか2メートルだと思うんですけども、2.5 メートルとか、長いやつだと 3.8 メートルぐらいの山芋があるんですね。だからこれ掘り取った穴にですね、僕とかで気をつけないと、夜トイレ行くときに落ちそうになって、やばかったんですけど、まあ、そんな感じのですね、山芋を取って、野生の山芋を取って、まあ、生活したい。で、右にあるのはですね、これ、それがおそらく野生の山芋が紀元前にですね、栽培化されて、今ですね、アフリカの都市に行くとですね、めっちゃでかいですね、関東で何ていうのかわからないんですけども、巨大な山芋ですね、そういったものがですね、今、アフリカの都市で売られています。で、同時にですね、まあ、もちろん狩猟採集に行って、狩りも盛んにするんですが、まあ、ほとんどですね、65種類ぐらい、哺乳類がいるんですが、全部食べます、基本。で、まあ、いろんな生き物をですね、捕らえて食べるんですが、だから何でもかんでも食べるっていうけども、みんながみんな全部食べれるわけじゃなくて、人生のステージによって食べれる哺乳類が違うんですね。だから、その、全部、その死ぬ前のおじいさんしか食べれない動物とか、そういうのもいて、そういったものによって、成分をかけるといいますか、何でもかんでも殺していく。が抑えられている社会だというふうに言えるかなというふうに思います。で、これはまあさっき紹介したナッツの紹介ですね。で、こんなのですね、キャンプで、調理して食べる。非常に野生の鳥獣類っていうものをですね、生活を維持するわけ上でですね、現在でも非常に重要な地域です。で、これ彼らの家の断面ですね。これ建築人類学という分野があって、人がどういうふうに住まうのかっていうのをですね、研究する分野ですけども。そのフランスの研究者がこうした断面ですよ。レッドは滝があって、葉っぱで、ね、吹いたまん丸いですね。風の谷を直したって映画で、オウムっていう昆虫の化け物みたいなのが出てきますけども、あれによく似た形の家なんですけども、まあ、それで言ったものを作ってます。結構、こう見るとですね、痒くないのとかですね、虫が来るんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですけども、常時ですね、微妙にですね、焚き火を焚いておくことによって、まあ、蚊取り線香みたいなものですね、中身は高いし、虫も多いから、そういう行動になっています。まあ、そういった中でですね、彼らの生活の中で、象は最も大きな獲物で、いろんなですね、訓練、修行を積んだハンターが、やっと取れるというものだった。まあ、そういった形のですね、狩猟が、槍が単発銃に変わり、という形でですね、引き継いできたんですけども、そこまでですね、一発の弾で、弾もすごく高いですから、
一頭を殺すっていうことはすごく大きな意味が社会的にもあるわけです。まあ、それを大きく変えたのがですね、この西中アフリカにおける戦争とか武力紛争です。まあ、例えば2001年からですね、2012年で、どんな感じでですね、戦争があったかっていうと、これずっとですね、オプサル大学っていうですね、東方の大学が戦争とか紛争のデータベース作ってるんですが、見るとここをパネルですね。パネルのは戦争ないけど、ほとんどですね、パネルの周りの国でですね、ずっとね、コンゴだったりとか、デザインコンゴですね、とかですね、中央アフリカとかですね、まあ、ずっと続いてるんですね、周辺国。カメルーンだけはですね、独裁政権が非常に強いから、っていうこともあってですね、平和が維持されてるんですけども、まあ、皮肉なんていうかですね、まあ、そういった側面があるんですが、そういったですね、隣の国のですね、武装したですね、紛争からですね、銃がですね、大量に流れてきます。それがですね、その専業的な密漁者という人とセットになっているんですね。で、特にですね、内戦といっても敵味方がはっきりしてなくて途中で分裂したりとかですね、まあ、ヤクザみたいなですね、マフィアみたいな感じになってくると、そうすると軍資金が必要になって、造形っていうのは非常に今プライスが上がって、価格が上がってますから非常に、収入になるわけですね。これはまあ、その自動小銃ですね、カラシニコフっていうやつが有名ですけれども、それが密漁者と一緒に見つかったということなんですけれども、まあ、これを使って先ほどの写真で見せたようにですね、沼で、まあ、ゾウを殺して、まあ、肉をですね、みんなで分かち合うということに非常にコミュニティとして重きを持っていたのに、もうみんな連れていかないんですね。そういう村のみんな連れていかない。ただ殺して造形だけ取って、肉もちょっぴりだけ持って帰って、あとは腐っていくんですね。まあ、そういう状況になっているわけですね。ちょうど先月ですね、自分の村に行って聞いたら、その相談に来た男の子がいましてね、まあ、こういうふうにその専業的な密漁者っていうのは、非常に武装しているんですが、そういった人たちは分かりませんね、森のこと。だからその先ほど紹介したですね、ピグミみたいな森のことをよく知っている地元の若者をリクルートするわけです。で、1回の給料がね、4日間とか5日間行って銃を放して、それで8万円もらえるそうです、日本円で。で、それは向こうの給料の感覚でいうと、国家公務員のですね、3ヶ月分以上の給料があるんです。すごい田舎の村でそんな感じでお金もらっちゃって、で、アルコール漬けにちょっとなったりとかしてですね、でも目が覚めると来るんですね、相談に。大石とは僕のパパの代がですね、研究で手伝いしてもらってたから馴染みだよねとか言って、いやー、なんかもう僕の名前がそのいろんな警察とかになんかチクられそうになってて、やばいと、なんとかその辞めたいんだけどどうしたらいいかとか、それ相談に来るんだけど、そうかそうか、なんとかうまく、じゃあその研究とかで雇用が作れるといいんだけど、どうしたもんかなと思ってると、でも 2,3 時間後にはですね、またその名前が出てウイスキーが飲んで、目がトロンとしてくるんですよね。そういうですね、非常に難しい状況にあるんですけども、まあ、そういったですね、戦争の武器を用いたですね、密漁がですね、まあ、密漁の国際化と言っていいと思うんですけども、その中央アフリカとかですね、これ国立公園のどこにあるかというのを示しているんですが、こういった国で紛争が起こると。ここは2001年ぐらいですね、終わったんですが、こっちはですね、ずっと2007年、8年以降ですね、ずっと中央アフリカでは戦争が続いています。まあ、そういったところからですね、国境を越えて、まあ、密漁団がやってくるという状況が、起こっています。で、まあ、それでですね、もちろんですね、その国立公園のレンジャーさんとかそういう人がいて、なんとか対応しようとするんだけれども、なかなかですね、密漁団の方がそのレンジャーよりも武器を持ってたりということもあって、それでですね、密漁撲滅作戦というのをですね、カメルーンの国はですね、始めます。で、それをするのに何を使ったかっていうと、この隣にですね、ナイジェリアっていう国があるんですけども、ナイジェリアとカメルーンの間にバカシ半島っていうところがあって、そこはですね、石油が出るんですね。で、その石油が出る半島の領有権をめぐって、一時期ですね、ナイジェリアとカメルーンは戦争状況に陥りかけたことがありました。その時に作られた特殊部隊がですね、テブンチプサタになる。で、そういう人たちをですね、このカメルーンの東南部とこのカメルーン北部ですね、ここに送り込んで、戦うということになったんだけども、そこで問題になってくるのが、その密漁団
の人たちはこういう外国に行ってちょろって入って造形だけ取ってでまた出てくる。で地元住民だけ取り残されるみたいなですね、巻き込まれた人だけ取り残される、そういう状況になる。そうするとですね、結果的にそのしばかれるというかですね、攻撃を受けるのがですね、あの地元住民になる、まあ、そういう状況が、まあ、平たく言うと、まあ、生じて、しまっているということなんですけども、まあ、カメルーンのですね、あの、歴史といいますか自然保護の歴史を見ると、大体1980年ぐらいから始まるんですが、象牙のですね、ちょっと今日、時間がなくて一度お話できなかったんだけれども、1980年代のまではですね、バンバンやってたんですね、象牙を取るのは。また別の意味で、それはオフィシャルな形で、法的な形で、13世紀以降ですね、ずっとですね、植民地時代以降、象牙はですね、この地域の重要な輸出産物でした。だからフランスの、植民地公社が入って、象牙部門があって、買い付けして出してたんです。その延長上でずっと来ているんですが、85年に、まあ、生物多様性保全重点地域というものがですね、グローバルな枠組みの中で降りてきて、日本にもありますけれども、世界自然保護機構、WWF とか、WCF というのがニューヨークに拠点を置いているのがあるんですけれども、国立公園の計画を作って、でそこにですね、その法的な裏付けとして、1994年に、まあ、森林法というのを作って、いろんなルールが作られていきます。まあ、そういった中でですね、これはあの緑のところはパークで、それ以外のところはですね、あのコンセッションっていう形で、企業ですね、外国企業に貸して1ヘクタールあたり大体10円とか5円とかそのぐらいの値段で、木切っていいです、その代わり時代を納めてくださいみたいな、そういう契約なんですけれども、まあ、そういった感じで貸すところで、このですね、道沿い、幹線道路沿いにこの点々になって、これ集落の分布ですね。でこの黄色いところだけがそのコミュニティのエリアだよということで、まあ、結局地域住民の住んだり森林を使っていい場所っていうのはすごく狭められるというかですね、囲い込まれるっていう形になっています。でさらにですね、まあ、国境を越えて、まあ、自然保護をやりましょうっていうことになってきて、密猟団も、海外っていうかですね、その海外じゃないな、陸続きだから、国際的に動くんだけれども、まあ、自然保護をやるですね、人たちも、まあ、国際的に動こうっていうことになってですね、自然保護をする人たちと密猟する人たち、あと伐採会社でですね、開発で雇われるということで、その3つのですね、三つの思いの中で、地域住民の人たちはですね、まあ、どこに着くのか、というような感じでですね、振り回されると、まあ、そういう歴史がまあ続いてきたわけです。まあ、そういった中で、そのアメリカとかですね、その自動小銃が出回ったり、国境地域で出回ったりするというのは治安上の問題だということで、そういう国際社会からのですね、プレッションというか、そういったものもあると思うんですけれども、本格的にですね、その特殊部隊を、国境地域に入れるということを、まあ、始めていました。実際にですね、こういう成果も上がっているんだけれども、そのですね、副作用といいますか、同時に起こったこととして、まあ、地域住民への、まあ、暴力ということが、起こってしまう。これはあの僕の村、左はですね、こんな写真撮れないです。特殊部隊の写真は撮れないから、メディアから撮ってきたんですが、右はですね、あの僕の村で、あの、ちょっと前後にですね、その人たちが来た、そういう部隊が来たっていうんですけども、まあ、住民、地域住民同士でこうスパイ制度みたいなことをやらせて、作らせるんですね、密告させて、そしたらもう早朝3時、4時とかに村ごと襲って、けたをしたりとか、中でですね、人の背中叩いたり、女性とかでもですね、森に連れてって、足の裏叩いて、銃がどこにあるか、吐きとか、まあ、そういうことを言って、まあ、それでですね、いろんな人が巻き込まれて、まあ、恐怖を覚えると、まあ、そういう状況に、まあ、なって、それがずっとですね、断続的に、まあ、今日まで続いているという状況。軍事作戦前後で、まあ、狩猟犯関連犯罪がどうなったのかっていうのが、どうやってですね、繋がれている人の数とかをですね、調べたカメルーンの研究者がいるんですけども、確かにその作戦が起こった後に急激にですね、その犯罪で同国にいる人がですね、犯罪数が減っているか、新たにつながれる人が減っているんだけれども、まあ、そういう効果はあるというふうにも主張されているんですけれども、これは住民 の僕の村なんですけれども、それが起こったところでですね、やはり、ね、それまでずっとね、10年近くですね、当時の段階で人口を調べていて、でずっとほとんど人口変わらなかったんですけども、このイベントが起こってからですね、30% ぐらいですね、人口が減るっていうことが起こりました。
世帯数はですね、減って伸びているんですが、これはどういうことになっているかというと、大きな家族に住んでいたのは小さい家族になったということを表しています。で、もう一つはですね、野生動物へのインパクトは、じゃあ作戦で減ったのかということを考えてみると、みんなですね、結局、その狩猟はするなんていうことを言うんだけれども、代わりのにどういうふうにおかずを取ったらいいのかということが全く与えられないっていう状況があるから、その場所を変えて狩猟したりとかですね、国境を越えて狩猟するということが、続いてきると、まあ、そういう状況ですね。で、右上のはですね、BBC とか書いてありますけど、まあ、いろんなところがお金を出して、こういう、サビエブ・キリア・デザニモ・プロテジ、守られている動物ってあるの知ってるって書いてあるんだけど、で、これ食べちゃいけないよっていうのが、ここに全部リストになってるんですけど、その真下でですね、その看板の真下で、これイノシシですね、これゴリラの煮物なんですけど、そういうの売ってて、みんな役所の人とかも来て買って食べて、まあ、そういうですね、なんていうんですかね、そのオフィシャルにその上から降りてくることと、現場のですね、役人とかですね、自然保護にかかっている人も含めてですね、非常に大きな矛盾を抱えながら、いろんなことが進んできてしまっているというような状況が進んでいます。で、いろんなですね、こういう武力行使を伴ったですね、狩猟規制も行われるようになって、いろいろ考えてみると、一つはですね、ベネフィットというかですね、良かったかもしれないこととか、非合法な野生動物取引を減少させた可能性があるんだけれども、実際にですね、じゃあ象のですね、個体数が増えたのか減ったのかとかですね、そういったデータはですね、全く検証されないわけですね。で、一方で、損なわれたものからすると、地域住民ですね、少なくとも全く関係ない人が巻き込まれてですね、殴られたりとかですね、いろんなことを財産を失ったりしていて、そういった社会福祉を損なったっていうね、あとですね、決定的なのはですね、いろんなですね、生物保護をする人たちと地域住民の間でですね、少なくとも15年以上の歴史はあったわけです。そのですね、信頼関係というものが決定的に損なわれてしまったということが、あるかなというふうに思います。この内容はですね、その世界自然保護機構とかで発表したんですけれども、ずっと今でもですね、じゃあどうしたらええねんということで、議論が続いているところです。で、もう一つですね、指摘したいのはですね、密教するビジネスも自然保護もですね、あともう一つ言うと、その熱帯林を伐採するっていう開発もですね、みんなですね、森をよく知っている人が必要なんですね。だから、例えばこれブランディさんっていう僕の友達のことが挙げてますけども、昔はですね、都市からやってきたビジネスハンターとともに、ゾーンの密漁に関与してたけども、今度は WWF がですね、保全活動に給料付きでヘッドハンドすると。でも、WWF みたいなのはですね、世界からのですね、ドネーションといいますか寄付で成り立ってますから、プロジェクトの、ね、額にですね、増減が生じるんですね。そうすると、その給料が不払いになったり、プロジェクトが撤退すると、またブランデンさんは収入がなくなりますから、密漁に戻るか別のことをしなきゃいけない。そういうこともなんですね。したがって、熱帯林保全を考える上でですね、プロジェクトがですね、地元のハンターをですね、潜在的にですね、密漁者だと考え続ける限りですね、保全と密漁の矛盾というものは解決しないんじゃないかというのが、これは僕のそのローカルな視点から見たときの問題かなというふうに。はい、ここまでが事例だったんですけれども、最後にですね、大きな総論的なものをですね、簡単にまとめてですね、授業を終わりたいと思います。で、これまでですね、1980年代からですね、カメルーンではですね、本格的な自然保護が始まったと言われていますけれども、その全体になるものとしてですね、その前にですね、結構長い時間をかけて行われたマンバイオスフェアプログラムというですね、国際的な枠組み の研究というかですね、活動があります。そこではですね、守るべき自然というものをですね、コアプロテクトデエリアという形で設定して、人間がですね、使うヒューマンリソースユースのためのエリアというものの間にバッファーを置きましょう、干渉するゾーンを置くことによって自然保護をしようと、そういうことになってきているわけだけれども、現在はですね、そのコアを守る部分のところにがですね、結構軍事化したりとかしてですね、ハードになってきていて、同時に外からですね、ちょっと英語で書いてありますけれども、開発のためのプレッシャーというものが来ていて、それは例えばその木材伐採の会社だったりとか、もっと換金作物を作らなきゃいけないよっていう、政策だったりするんですけれども、その青い部分のですね、その地域住民が伝える自由っていうのが、どんどん圧迫されていると、そういう状況じゃないかなというふうに思います。で、そういった構造の中で何が起こっているのかっていうのを適切にまとめようとすると、一つはシンプリフィケーションという考え方が非常に有用です。それはですね、
御殿の関係者、自然保護を進めたいって人と地域住民をしたいって人の間にですね、まあ、そもそも不平等な権力関係がある。例えばタミルの僕の調査とかですね、ですと日本で WWF って言ったら単なる NGO です。 NGO の人が警察を動かしたりとかできませんけど、途上国だとそういった国際 NGO が非常に力を持っている。なんでかっていうと、お金をですね供与するからです。官庁とか政府にお金を供与して、ネゴシエート、ロビー活動するだけじゃなくて、実際そのつまり 地元住民とか芝木に車とかですね、あれ誰が出してガス代払ってるかっていうと WWF なんです。だからまるで国際 NGO がですね警察のようなかのような顔をして歩いてるわけです。まあそういうまあ極端な事例ですけども、そういった権力関係があって、その上で地域社会と自然環境の関係っていうのがですね、外部者から見て、まあ単純化、それもシンプリフィケーションっていうんですけども、まあ、彼らが取り過ぎているとかですね、彼らが単に殺しているというふうに、じゃあなぜ殺すのとか、なぜ密漁にかからなきゃいけない人が出てくるだろうかとか、そういったところにはですねあまり議論がいかないんですね。まあ、そういったことが、まあ、地域住民がですね、保全果たし得る役割の無視とか形式に書いたんですけれども、まあ、そういったものも延長上でさらに単純化されたですね、政策立案がなされて、そうすると現場で起こっていることと保全政策のですね、理念の高級なことが言われるわけですけれども、コミュニティに根ざした視点法とかっていうんですけれども、それがですね、国連あたりで言っていることが現場に降りてくると真逆のことになっているんですね。まあ、そういうことは非常に多いんですけれども、まあ、そういった中で、まあ、地域住民の生活や文化を犠牲にせざるを得ない形で、結果的に社会的に不公正と言わざるを得ないような保全政策が実施される。そうするとさらにですね、その1番目の不平等な権力関係というのがですね、再生産される。まあ、これをくるくる回ってですね、悪い循環になっているんじゃないかということを、この北大の佐藤岡さんという人が、まあ、インドネシアの事例をですね、本当に議論しているんですけれども、ほぼ同じような構造がですね、まあ、アフリカでも見られるんじゃないかなというふうに。じゃあどうしたらいいのかということなんですが、今言い切った話はですね、結局その環境問題を巡るですね、政策地位っていうものの流通構造っていうものはですね、まあ、グローバル、リージョナル、ナショナル、国家、地域レベルというふうにですね、こう引っ張り分かれてしまっていて、このバーティカルトランスレーターって書いてあるんですけれども、そのですね、そのつなぐ部分っていうものがですね、非常に不全しているということが欠けてるんじゃないかっていうことが、まあ、一つは、挙げられる。これらの状況が続く限り、やはりですね、どういういいことをですね、グローバルレベルで議論しても、結局末端ではですね、国家であるとか、地域の中のですね、権威のある人たちとかですね、まあ、そういったものによって歪められてしまうだろうというふうに、思われます。まあ、それをどうやって解決できるかという問題と、もう一つはですね、先ほどのこの分離モデルの話をしましたけれども、1980年代以降ですね、歴史生態学という分野が入ってきて、もともと原生的な自然なんかないんだっていうことがですね、世界のまあ学術的な潮流の中ではですね、結構常識になりつつあります。つまり、人間が手を入れたことによって、それがですね、今の自然を作ってきている。まあ、その相互作用だから、人間だけ排除しても今の自然を維持できませんよっていう話ですね。これ日本の里山とかでそういうところで顕著なんですけれども、それがそういうですね、日本みたいですね、や都市近郊に生じできるような里山だけではなくて、超飛びなんかって思われてたようなアマゾンとかアフリカでも同じことが言えるんじゃないかということがいろいろ証拠が見つかってきているわけです。これはガボンのロペ公園ってところですけれども、この大きなですね、巨木、熱帯雨林の巨木の下を掘ってみたら、昔ですね、製鉄に使っていたそのロガが見つかったよっていう、そういう研究成果なんですけれども、まあ、そんなことが言われていたりします。まあ、そういったわけで、まあ、どういうふうにですね、人と野生動物の相互依存を可能にするようなですね、パラダイムが作れるのかということで、それを分離せずにうまくマネージする、まあ、そういった知恵が今すごく求められているというふうに、考えます。ただしそれは、まあ、今日お話したような事例から考えても、まあ、非常に難しいところではあるんですけれども、まあ、そんなことが求められているんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。